平野紫耀、黒詐続編計画が始動中。初代山下智久との共演プランも、平野紫耀さん、26、が、日本のファッション誌、エルジャパン、11月号の特別版に登場し、その特集号は発売からわずか数日で完売となりました。 この特集では平野潮さんの魅力的なポートレートと独占インタビューが掲載され、多くのファンがその一部を手に入れることを望んでいます。また、平野さんが7月に芸能事務所と部に合流したこともファンにとって大きな話題となり、この特集は彼の退場後初めてのメディア出演となりました。黒サギ再燃。 ファッション誌の登場だけでなく、平野志耀さんの過去の作品にも注目が集まっています。動画配信サービスの UNEXT では、22年年10月クールに放送された彼の主演ドラマ、クロサギ TBSK が配信されており、その人気から配信期間が延長されることとなりました。このドラマは、6年年に山下智久さん、 38が主演を務めた黒詐欺の再ドラマ化であり、平野さんは詐欺師を騙す詐欺師黒崎隆史郎を演じています。さらに10月にはアマゾンプライムやフルーでもこのドラマが配信予定となっており、その再燃する人気が注目されています。続編計画。 この、クロサギの再燃を受けて、TBS 局内で続編制作の動きがあることが明らかになりました。もともと22年年のクロサギの最終回には、クロサギの旅は続くという文字が表示され、続編の可能性を示唆していました。 さらに、23年年5月には、第26回日刊スポーツドラマグランプリで4冠無理を達成し、その際に担当プロデューサーが、皆様の追い風があれば、黒崎はこれからも羽ばたき続けられます、と発言しており、続編制作への期待が高まっています。続編の実現可能性。では、この続編の実現可能性は、どのようなものでしょうか現在、 戸部に所属している大統率13、18が10月クールの連続ドラマに出演することが発表されており、戸部における平野市洋さんのポジションは安定しているようです。また、TBS 局内でも平野さんへの支持は強く、朝の情報番組、ザタイムで平野さんの L ジャパンの特集が取り上げられるなど、平野氏の雰囲気が漂っています。 TBS にはさらなる秘策もあるようで、前でのテレビ局関係者は次のように語ります。初代黒鷺の山下さんをスペシャルゲストとして起用できないかと考えているそうです。平野さんは小学生の頃にドラマ、プロポーズ大作戦、富士テレビ系で主演を務める山下さんを見て以来、憧れています。 山下さんが主演を務めた22年のドラマ、正直不動産 NHK の続編も決まっていますし、あとは両者のスケジュール次第でしょう。平野仕様の成長。9月28日に L のウェブサイトで公開されたインタビューで、平野仕様さんは自身の成長についても語っています。いい意味で自覚したくないと思っています。 成長というのは周りの人が感じるものかなって、と述べた彼は、ファンからの期待や評価を受けつつ、自身のキャリアを着実に築いていることを示唆しています。平野耀さんの黒詐欺、再燃と続編制作の動きについて、ファンや業界関係者は期待と興奮を募らせています。 その続編が実現すれば、平野耀さんと山下智久さんの共演という夢のようなプランも現実のものとなるかもしれません。彼の成長を見守りつつ、今後の動向に期待しましょう。